パラスデレは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体。コマルカダウジョアニゾクス。ガリシア統計局によれば2011年の人口は3743人で、ある。住民故障は、男女同系のペイレンス。カステーリア語表記は、ポラスデレイ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は、割合は99.25%。 パラスデレは、ルーゴ県の南西部に位置する。北は、フリオルト・グンティンと、南はアンタス・デ・ウジャと、アゴラーダと、東は、モンテローソと、西は、サンティソ、メリーデ、トケスと境界をなす。パラスデレは、チャンターダ司法管轄区に属す。住民は43の教区の298の地区に、居住する。自治体主長は、ガリシア国民党のパブロ・ホセ・タボアーダ・カモイラ。 自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、5となっている。パラスデレーは43の教区に分けられる。ありがとうございます。